あ、この頃忙しいから、うん、こういても稽古してる必要ないじゃないですか。だからわざとこう洗濯物を、まあ、日当たりのいいのもあるけど屋根の上に干すんで、その屋根の上に干すのもあんまりこう安全に上がれない状況にしとくと。そんなことしてないですか。そうそうそう。そのたんびに、これで、一度にちょっと運べないし、いろいろあるんですよ。はい。だから、そうすると、やっぱり、どういう段取りで行くかっていう、その、うん、そういうことは考えてます。わざと危なくしてるんですか。そうそう。わざとっていうか、あの、木から落ちた、落ちたんですか。ああ、そうですね、十分。それで落ちた瞬間に、こう、あれして、うん、まあ、あの時は本当にそのあのチェーンソーを持ってねこう切ってて、はい、いきなり足元のあれを3メーターぐらい長かったんです。仰向けに落ちたんです、はい、これはもう半端ない気がするなと思って1秒後にここはどこと思ったらチェーンソーをこっちの手に持ってここを掴んでぶら下がってた。そうチェーンソー持ち替えてたんですか。持ち替えてた。多分ね持ち替えたことでこの重心を戻したの。あすごいなと思ってそのもう一人の自分っていうか。で片手でぶら下がるってなかなか大変ですよ。いやしかもね私は最初自分は立ってたやつに持ったと思うんだけど、うん、立ってたのはこのぐらいの太さだから、はい、確かに親指がかかった記憶があるの親指なんかかかるわけないじゃないですか。そうです、ね、それで改めて見たらその横にちょうど平行してこのペットボトルぐらいの枝があったから、はい、あこれに捕まったんだってことは分かったんだけど、はい、そんなものがあるなんて全然意識してない。だから自分は、ああ、なんか、乗ってたのに、こう、捕まったんだなと思ったんだけど、そうじゃないっていう。つまり、グラッとなった瞬間に、チェーンソーは持ち帰るわ、超手頃なやつを掴むわ。何にも見えてないし、砂嵐の中にいたような感じなんだけど、だからこれはこの映画持ってるだけで自分の表の意識を飛ばして、ふってやるのをやって半年目ぐらいだったから、なんていうかな、半年、1年半ぐらいだったから、やっぱりなんかこう自分の表の意識を飛ばす飛ばすっていう訓練が一つは良かったと思うんですよね。ああ、それ究極の必然性ですよね。ね、そうそうそう。うん、僕やっぱこの本、まあ、一緒にさせていただいて、やっぱ70歳の壁っていうのがこう一つテーマだったんですけど、まあ、まさにこの先生の存在そのものだなってこう壁越えていくっていうこと で、まあ、あのこの先生についてはこう存分にこの映像の中でこう語って動いていただいてるんですけど、うん、もう一方ちょっと僕のキーマンっていう紹介した方がいた、うん、日野原新明先生っていう、はい、西洋国際病院の現役だったんですね。もう理事長でもう100歳超えても現役で天皇の、うん、あのそうですね、うん、医師でもあったっていう方で、その方がなぜかこう僕の取り組みをこう見つけてくれて、で何もお願いもしてないのにこう突然こうあの舞台で語ってくれたりだとかしてる中でこう出会ったんですけど、日野原先生ってパブリックイメージはものすごくこう優しそうなおじいちゃんってイメージ、うん、で僕もそういった感じでお会いしに行ったところ、うん、全然違っても現役感が半端なかったんですよ。その時おいくつでした。その時90もこの、うん、そうですね、半ばの半ば行っておられたと思いますね。90半ば超えてたぐらいだったんですけど、はい、でも行った途端にもうまさに河野先生と同じだったんですよ。でなぜかっていうと、まあ、普通だったら昔話したいとかっていうことだと思うんですけど、そうじゃなくて、いやこれはね最近私が開発してるね体重計でこれに乗るとね、まあ、ある病気のことが一発で分かるんだよとか、あと今の看護教育みんな間違ってるから私が教科書書かなくちゃとかって、もう次から次へとやっぱり今のことが出てくるっていう、はい、あそういう人たちっていうのはこう老いとかそういうのではないんだなってこう、でまさにやっぱ今生きてる人たちなんだなっていうことで、やっぱもう70の壁とか軽く超えてる人たちの存在っていうのをあの知っていただくだけでも、うん、まあ、僕や北川さんの世代はまだ20年ぐらい ありますけど、ね、うん、もう、まあ、隣まで見ててもやっぱそういう先輩たちがいるっていうのはそうですね、ちょっと勇気づけられるかなと思って、そういったエピソードを持ち込んでみたんですよね。やっぱり停滞しちゃう人たちって昔話が多いっていう、あそうです、どうしても今のことだったら昔はまだまだ全然分かってなかったなっていう感じがね、
多分どう考えても、いやいや、今でも修行ですよ、まだまだ私もなんとかでって言うけど、そう言ってるだけでやってることは何十年前と変わらないっていう人はね、結構やっぱり多いんですよね。だから、その問題は、まあ、ああはなりたくないっていう日本だけは見飽きるほど見ました、ね。それは。それはもう本当に。結構、もう70、僕とかからの印象だったりすると。今、70以上の方々っていうのは、まあ、いわゆるこうバブルとか経験されて、あ、いい世代だなっていう感じがするんですよ。羨ましいですね。羨ましい世代じゃないですか。あの、ね、ちょっとの年金でいっぱいもらえるみたいな。でも、高先生とはね、あんまそういう、いや、もうそのぐらいになる関係なかったです。いや、だから私なんて、話が合う人は50代とか40代とかね、30代とか、もうね、同世代の上ってもう、語ってないですもんね。話、会って話したと思う人なんて。よく今頃の若い、今時の若いもなっていうか、今時のも年寄りはっていう感じで、もう散々言ってますよ、この感染対策でも、これは、自分がこう、醜い高齢者が多くなる。8月に家庭学校に私インタビューで、あの、松岡、松岡さんなんだけど、よく出してくれたなと思って、こう醜い高齢者って出してくれた。それはやっぱり、まあ、その高齢者のことをこう、まあ、この世も自分が高齢者だから、高齢者だから本当によかったけど、やっぱりそうなってないって言えないじゃないですか。言えないですよね。でも、6月だったあの円覚寺の鎌倉の横田なんで、あの館長さんは、親しい常にこう、あの頭の柔らかい人です、うん、その高齢者が本当に見にくい、それは全く同感ですって、あの方まで50区だから、ちょっと言いにくいところあるかもしれない。そうね、このメイン読者の方々になるんですかね。やっぱりそれはね、うん、あの本当に考えてほしいと思う。やっぱりもう年取った人間が多少なりともできることっていうのは、うん、若い者にある程度はその自分の生き方なり何なりとこう示さなきゃいけない、うん、それはね本当にどんな職業の人でもそう思いますから、うん、そうですね、そういう国歴のある方々に届くといいですね。そうこれはもう、そうじゃないと、本当にこれからの時代は大変ですよ。もうまた、あの、まあ、我々現役世代も、あの、まあ、こういうのを取っていただいて、ちょっとこう、いろいろ、あの、動きだけじゃなくて、まあ、この先生のこう生き方の指南みたいな、そういったページもありますので、ちょっとこう、この思想に触れていただければと。いや、やっぱり、その、なんていうかな。昔学問っていうのは歴史だったわけじゃないですか。昔学問というのは、はい、で今はなんかね理系があれになっちゃって、つまり歴史っていうのはどういう生き方をするかってことを学ぶはずだったのが、やっぱり今もどうすればお金儲けになるかとか、うん、それはね YouTube だとかどうすれば資産運用だとかね投資はどうこうみたいな話ばっかり、やっぱりそのいかに自分が生きていくかっていうことがすごく大事だったと思いますよね。うん、そうですね。僕が最初にこの先生に思いかかった25年ぐらい前、そう、なんかずっと同じ感じなんですよ。まあとにかく、うん、やっぱり、まあそのね筋トレみたいな問題点っていうのはさ、やっぱり必然性がないからっていうことはあれだったから。なんかまあ生活の中でこう、本当、この本なんじゃないけど、生活の中でいろいろ体の使い方を考えるっていうことなんで、それそのもので、まあ、自分はこんな、本当に宝の持ち腐れをしてるわけですから、多くの人はもったいない話です。そうです。結構こういう、あの、国立に学ぶとかで、あの、動かなくなる前提だったりするわけじゃないですか。うん、動かなくなるのをなんとか持たせようぜみたいな発想になりがちなんですけども、うん、逆だろうと。もっと動くようになるんだっていう。あとやっぱりその熟練した職人の話とかね。うん、あの私はちょっとどのぐらいだったかな。この衣類のかけはぎというかこれ修繕で、なんかもう神業の人がいるんですよね。はい、自分のすごく思い出のあるものがなんかこう焦がしちゃったとかあれすれば、はい、結構お金かけたってこれが本当に綺麗になるんならいいってなるじゃないですか。はい、そういう人みたいに一箇所それこそ1万5千円ぐらいでも、うん、とにかく
表から見たら全くわからないんですよ。で、模様があっても。それは、この裏地とか裾から糸を抜いて、もうその90いくつの人が、まあその弟子もあれなんだけど、特に難しいのは、その人でなきゃできない。全くわかんない。元はこんなこう、鍵抱きとか、タバコの穴があったのが、もうこうやって見てもわかんない。この辺で、この辺と思ってもわかんない。裏見ればもちろんわかるんですけど、それはもう、共糸を抜いていくんですよ。端の方から少しずつ。もうだって、買って、穴開いちゃってるんですよね。そう。模様わかんない、ね。それをもうわかんない。ガーッと破れてたりするような。だから人によってはやっぱりこれすごい思い出の品って言えばね、それにマントかかったって直したいっていう人は、それで全国に少なからずいるじゃないですか。はい。僕年齢重ねたのすごいなと思った人が、うち20年ほど前に、築200年のうちを建て替えたんですよ。屋敷森に、まあ、樹齢300年から500年ぐらいの欅が17本あったんですよ。でそれ、まあ、本当に十数メートル、20メートルぐらいあるような、まあ、太くて高い木だったんで、それを切り倒せる技術まで木彫りさんたちっていうのがもう最後だっていうことで、そうらしいですよ。で、来たんですけど、全員が、まあ、ほぼ70代から、まあ、最年長80代とか、家庭の人が60半ば過ぎぐらいの人たちだったんですけど、本当にロープを空中に張り巡らして、まあ、本当にリアルサスケみたいな感じで、こう、もう本当飛んでるような感じで作業していくんですよ。でも、見物人が周りにこう、もう毎日来るみたいな感じで、ケヤキを切ってった。でもうその人たちもこれだけの樹齢の木をまとめて切るっていうのはもう最後だと思ってたんですけど、やっぱちょっと年齢超越してるっていうか、やっぱそういう方たちにいるんだなってこう、いやもういないですよ。多分いないと思いますね。いやもう職人のあれでももうほとんどそのもう今がもう本当に消えてたんです。だからなんかこう高齢になると一方的に落ちていくばっかりだからっていう考え方で今日本ってこういろんな介護予防政策って動いてますけど、まあ本当この先生もそうですし篠原先生もそうです、その木彫りの人たちもそうですけど、まあ本当すごい動きをする高齢者、まあ先生は高齢者っていうのはあるんですけど、やっぱ高齢と言われる人たちの動きを見てるんで、自然性があるっていうことは大事なんですよね。まあ、本当一方でそういう存在っていうのをちゃんとこう認識しておくと、やっぱりこう年重ねることへ の気持ちって随分変わってくるんじゃないかなと思います。結構そのピークがスポーツ選手のピークがみんなに当てはまるみたいな、その思い込みありますよね。 ありますね。20代30代がピークでその後も下り坂みたいな、でもまあそうじゃないわけじゃないですか。そうですよね。例えば卓球の、まあ、僕もちょっとお世話になって山中紀子先生っていう方も80代ですけど、やっぱりもう目の前に立たれてボールをこう打っていただくと、やっぱもうちょっと常人じゃない感覚っていうのは、年齢っていう感覚じゃないものを感じたりしますし、そういう存在っていうのを知っておくと、なんか自分の守りになるなっていうのは。体を使って何かやることで情熱傾けられることが何かあれば、それが一番あれですよね。